どうも皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回もね、わらしべアークの続きやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ前回はね、アルファレックス軍団を引き連れたんやけど、まあ見事惨敗してしまったということで、まあ今回はこのティラコレオになってみましたと。で、このティラコレオはね、まあティラノサウルスよりもまあ体はかなりちっちゃいんやけど、かなり有能生物で、まあ、それこそね、攻撃に出血攻撃があって、こんな感じで出血するんやけど、攻撃された生き物は。なんとね、体力の数値によって割合ダメージが入ると。これの何が強いかというと、体力が多い生き物に対してもかなりね、ダメージを与えることができると。攻撃力自体はティラノサウルスの方が高いんやけど、この出血によって、より強大な生き物を倒していけると。例えばね、こんなでかいブロントサウルスなんかもね、出血で与えていくことによって簡単に体力を減らしていけると。さあ、もうこんなすぐに、逃げ出してしまうというこの出血の威力、自分よりもかなりでかい生き物すら簡単に倒してしまう、こんなティラコレオなんですけども、今回はね、このティラコレオでちょっと洞窟攻略をしていこうかなと思っております。で、このアイランドで、上限突破レベルが出てくるといえば、氷の洞窟、強者の洞窟っていうところがあって、まあ、そこでね、ちょっとやっていきたいなとは思ってるんやけど、ちょっと問題がありまして、そこの入り口めちゃくちゃ狭くて、正直に言うとこのティラコレオですら入れないんやけど、まあ、なんか入り口のちょっとした隙間があるから、そこから相手が気づいてくれて、なんか近づいてきてくれたら隙間から攻撃を当てていって倒せるんじゃないかなっていう、まあそんなことを期待しながら向かっていきつつ、レベルを上げて、そんな感じでやっていこうかなと思っております。さあ、ということで強者の洞窟の入り口まで、到達いたしました。ちなみにね、なんかハットあったから被ったけどさ、むちゃくちゃ似合ってない？ティラコレオやばくない？マジで今まで以上にテラーバードも似合ってたけど、いや、このティラコレオのこのガンマン感めちゃくちゃかっこいいな。西部劇の感じすげえ似合ってるんやけど、そんなね、ティラコレオで侵入していこうかな。さあ、まあここまではね、来れるんやけど、あ、ちょっと待って、え、ここ通られへん、もしかして。あ、通れた、オッケー、よし、通れた。さあ、ここや、ここ。あー、やっぱ厳しいかな。ちょ、気づかへんかな、誰か、生き物。いやー、厳しいな、通られへんが。通れねえな。で、何かが、近づいてくる感じもないし。いやー、強者の洞窟ダメか。ほなー、もう一個の作戦でいきますか。まあ、このゲーム、まあ、ギガノトがもちろんね、最強クラスの生物と言っても過言ではないんやけども、野生ではね、結構それに匹敵する対となる存在である、まあ、生き物実は存在してまして、まあ、それがですね、ティタノサウルスでございます。まあ、そちらのね、ティタノサウルスは、まあ、体力がなんと、30万あって、戦闘力もかなり高いということで、まあちょっとギガノトの出血はもろに食らってしまうんやけども、もうこうなったらギガノトを倒すとなったら、もうティタノしかないんじゃないかなということで、まあ、このティラコレオでちょっとティタノサウルスを倒して、で、次回そのティタノサウルスでギガノトを倒すみたいな算段でいこうかな。ちょっとあまりの過酷な企画ゆえ、いろいろとちょっと方向転換してるけども、まあこれが最適感なんじゃないかなということで、まあまずはね、ティラコレオのちょっと仲間を集めていきましょう。さあ、こいつはどうだ。こいつはちげえな、メスだね。ということで、オスの仲間を引き連れてメイトブーストをかけて、まあできるだけね、戦闘力を上げつつ、まあ、出血攻撃を入れていくという感じでティタノサウルスを倒していきましょう。さあ、ということで、あれからティラコレオを集めに集めまくって、その数なんと8体でございます。ということで、この8体でね、ティタノサウルスに挑んでいきましょう。いやー、ティタノサウルスよ、どうなるかな。
まあ、出血があるっていうのがでかいからね、こっちは。で、まあ、あくまで多分すぐやられてしまうとは思うけど、まあ、一瞬でもちょっとメイトブーストを入れたいっていうことで、まあ、こいつら連れていくんやけども。さて、ティタノサウルス、この辺りにいるはずやけど、あれかな？あ、いた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 。でかすぎる。なんだこのサイズ。今からこれに挑むんやろ。いけるかな？いやでもこいつを倒さんことには正直ギガノトを倒すなんて無理な気がするから、さあ行きましょうか。バトルスタート。さあ行くぜ。さあ攻撃。さあ行け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 。いやちょっと待て。いや一瞬やん。ちょっと待ってくれ。やばい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 。あー逃げろ。一旦逃げろ。一旦逃げろ。あかんか。やっぱり一瞬やったな。あまりの一瞬の出来事に。いやーちょっと待ってくれ。強すぎるな。やはりティタノサウルス、ちょっとなんか辻斬りみたいな感じで出血を攻撃して入れて逃げていく戦法でいこうかな。辻斬り戦法。あやかった。いやー攻撃範囲が広すぎる。倒せるかこれ。これ倒せんのか。ダメージ1550ダメージ。ダメージがでかすぎる。いつか落ちるのかこいつは。お、避けた。出血は確実に入ってる。これ後ろ足に辻斬りしていく感じや。それが一番良さそう。こりゃ時間かかるぞ。でも一体でやらなあかんからな。味方作っても一瞬でやられてしまうもんな、さっきみたいに。去り際に足にバシッて殴ってって、いやーやられた。やられたけど、ただリスポーン地点近くに作ってるんすよ、ちゃんとね。なんだこれを使いながらやっていきましょうか。体力上げるか。いやーしかしこれ俺が死んでる間に体力回復するとかないやろな。ティタノサウルスやから死体食って回復するとかはないはずやし、多分蓄積はされていくはずやねんけど。いやー一発一発のダメージが重いね。どれぐらいぐらいあった今。いやーあと2発耐えるかってとこやな。ダメージがでかすぎるな。なんとかさっきみたいにうまいこと辻斬りしていきたいけど。いやー当たるねー。こっちの個体もな、野生の生物食べたら回復できるとかあったらな、だいぶやりやすいんやけどな。それないからね。基本的に野生仕様やねんけど、そこだけはテイム済み仕様なんよな。やばいやばいやばい。油断してたらティタノサウルスがめっちゃ近づいてきてる。ただ敵対切れんの早いから、そこだけはありがたいかな。痛っ。いやーでもこれは何度やられてもこれを繰り返していくしかない。ギガノトを倒すにはこいつの力がないと無理や。ちょっと待って、尻尾とか当たらんか。いやーでも今の無理か。くそ、ちょっと下がってる時に当てれそうやったけどな。でもなんかちょっと行動がおかしい気する。あ、結構血だらけなってきてない？おお、ちょっと待って、血だらけなってきてるで。ほらちょっと逃げてる逃げてる。来てる来てる来てる。着実に着実にこの牙がティタノサウルスの体を切り裂いていってる。確実に確実にこの虎の牙が刺さっていってる。だちょっとスタミナこっちじゃない。やばい。よし。いやーでもこれを繰り返すしかない。何度でも死に戻りしていく。リートラから始めるティタの殴り生活や。行くぞ。さあ着実に着実に追い詰めていってるこいつの体を。さあ落ちるかこの巨体が。そろ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 限界なんちゃうかティタノサウルス。さすがにお前もこれだけの出血を与えられれば体が無事では済む前。いや、くそ、ここで反撃か。
まだ余力を残してるってわけか、ティラノサウルス。いいだろう。やってやろうじゃねえか。お、落ちた。落ちたよっしゃようやく落とした。ティタノサウルス討伐完了。今安らかな顔でこの巨体が行ってしまったようだ。いやー、体力20万30万ぐらいあるんやっけ、ティタノサウルス。お、やはり出血すごいな。落としたよこの巨体を。自分の体のもう何倍かわからへんぐらいのとんでもないデカさの生き物を倒すことに成功いたしました。さあ、ということで、まあ、なんかすごい終わり感出してるけども、この企画のラストはこのティタノサウルスではなくギガノトサウルスなので、それではね、このティタノサウルスを倒せたということで、このティタノサウルスの姿を借りていきましょうか。さあ、ということで、このティラコレオもね、気に入ってたんですが、チェンジディノしていきましょうか。これがティタノサウルスでございます。いやー、でかすぎるでかすぎるな。なんだこのでかさは。まあ、レベルは4ながらも、体力はなんと33万4000という驚異の数値。そしてこの体格、ギガノト以上の体格でございます。いやー、でかすぎるこれ。でくれこれ、おいおい、ほらほら、もう画角にギリ収まるか、収まってないもんこれ。ほらやばいこれ。最初の道から始まって、とうとうこんな化け物みたいなデカさの生き物になりました。さあ、ということで、今回は、前回ね、ティラコレオになれたということで、その出血を利用してなんとね、このティタノサウルスを倒すことに成功したので、まさかのこんなね、巨大な姿に変身することができたんですけども、いやーマジですごいな。とうとう来たなっていう感じやな。正直これでゲームクリアでええんちゃうかみたいな規模的にはそんな感じはするけども、ただね、やはりこのルールにおいて倒すのどちらが難しいかというと、ギガノトやと思うんですよね。やっぱりさっきやったように、ティタノサウルスはまあ出血当てて逃げてみたいなんでなんとかなったけども、ギガノトはね、攻撃範囲も広いし、スピードも速いので、まあそうはいかないということで、やはりこの最強のステータスを持ったティタノサウルスでまあなんとか倒せるかなという感じかなとは思ってるんやけども、ただやはり問題点としては、あの先出血で倒せてしまったっていうのがあるので、野生のねギガノトを出血使うんすよね。だからそこがどう作用するかっていうところよ。ただティタノサウルスダメージが結構高いし、まあ攻撃速度もめちゃくちゃ遅いわけじゃないから、出血がかかってるその秒数の間に攻撃叩き込みまくって、まあなんとかギガノトサウルスの、体力8万を先に削ってしまうという感じでやっていこうかな。さあ、これで倒せなかったらどうやって倒すんやっていうレベルなんですけども、次回はとうとうね、ギガノトにまた再チャレンジということで、このティタノサウルス最強対最強の対決をお送りしていこうかなと思っているので、もしねこの動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。